お昼ご飯、めかぶぶっかけ無限そうめん。味付けにね、このごま油、醤油、そしてニンニクと生姜、これを使ってるんで、なかなか味は濃いかなと思います。どうも、こんにちは、ゆうへいです。さてね、本日、ライブ配信ね、する日なんですよ。僕ね、まあちょいちょい言ってるんですけども、チャンネル登録者数が50人おきにね、ライブ配信をしているわけでして、で、本日ライブ配信するんですけども、その時にね、僕大体飲み食いライブにしてるんで、飲み物と食べ物を用意しておかなければいけないんですよ。でね、まあ、その都度僕何食べようかなって結構迷ってまして、毎回ね、同じものを食べてても面白くないし、そのなおかつそのライブ中なんで、その結構喋りながらこうパクッと食べれるものがいいわけですよね。で、まあなんだかんだ言ってね、やっぱライブでね、全世界に向けて配信するわけですから、なんかこう美味しそうなものとか、ちょっと映えるものとかね、そういうのを意識してやってるわけなんですけども、まあ多分ね、僕のライブに来られる来られる方々のほとんどは僕がね、何か食べてようが食べてまいが多分どうでもいいと思うんですよね。なんなら別にそんなことでいちいち迷うなら食べ物なくてもいいよという方もいらっしゃると思うんですよね。多分どうでもいいことを、その見てもらってる方々にとってはどうでもいいことを僕はね、いつも迷ってるというわけなんですけども、やっぱりね、この僕のチャンネルは結構ね、その僕の生活の様子をいろいろと映していく中で、結構料理してね、ほんでその僕が作ったその料理を自分で食べるということを結構出してるわけですから、そういうのもね、ライブでも出していった方がいいのかななんて思いながら、ちょっと需要があるのかよくわからないながらも続けているという感じでございます。そしてね、まあ、いつも何作ろうかなって、迷ってスーパー行くまで迷ってるんですけども、今日はね、ちょっと作ってみたいなと思ってるものがありまして、それね、何かっていうと、タルタルソースでございます。タルタルソース。美味しそうじゃないです、ないですか、タルタルソース。食べたら美味しいと思うんですよ、絶対に。なので、タルタルソースをまず作って、タルタルソースに合うものを、同時にね、作ろうかなと思います。多分まあそんなね、タルタルソース自体は時間かかるものではないと思いますんで、まあちゃちゃっとやっていこうかなと思うんですよね。で、まあ具材、そのタルタルソースに合うものの一つは唐揚げにしたいなと思って、これですね、冷凍しといた鶏肉です。この鶏肉今解凍してるんで、これでまあちょっとサクッと唐揚げ作ってで、もう一個ぐらいなんか欲しいなと思うんですけれども、なんでしょうね、タルタルソース、まあそこはちょっとスーパー行って考えようかなと思います。ではさてね、これからスーパーなんですけども、時間的にはね、今すでにもう夕方なんですよね。で、昼間はなんとなくね、掃除をしたり整理整頓したりね、してました。なんとなくね、ここ数日こう自分がね、何をすればいいのかなみたいな感じになってて、迷ってるというか瞑想中っていう感じなんですよね。まあ僕の人生すでに瞑想中ではあるんですけれども、なんとなくね、なんかやりたいこととかいっぱいあったはずなのに、いまいち何をすればいいのかわからないで、時間だけが過ぎていっていると、そういう感じがしますね。なんかこう生活のリズムを変えて、なんかこうね、その自分が向かうべき方向性を決めてね、活動していきたいなと思ってはいるものの、なんかそこがこう定まってなくて、ふわふわしてるみたいな、そんな感じでございます。なのでまあちょっと整理整頓したりしてたんですけどね、多分ね、こう頭の中がこうプチパニックというか、まあ、パニックって言ったらちょっとオーバーですけども、なんかこうどちらかってるんでしょうね。
だからまあちょっと整理整頓してですね、一遍落ち着く必要があるのかなと思ってみたり、そんな状況ですね。とにかくね、このままじゃいけないって思ってるんで、そういった焦りがね募ってきているような気もします。とにかくなんか変えていかんとなと。だけどそのなんか変えるって大変ですよね、自分のリズムを変えるというかさ。だからまあちょっと頑張っていこうかなと思います。さあ、スーパー行ってね、帰ってまいりました。それではね、これからご飯作るんですけども、時間がね、見てこれ、6時58分なんで、あと1時間くらいしかないんですよね、時間が。なのでちょっとだいぶね、駆け足にはなるんですけども、全速力でねやっていこうかなと思います。さて、こっちの鍋でゆで卵を作りつつですね、これさっき溶かしといたチキンですね、これにですね、唐揚げ用の下味をつけようかなと思います。でね、この間ネットの記事で見たんですけど、ドレッシングでね漬け込むと美味しいって書いてあったんですよ。で、そのネットの記事は中華ドレッシングって書いてあったんですけども、まあこれはまあごまドレッシングで、まあちょっと違うかもしれないんですけども、まあこういったドレッシングにはいろんなね味がこうもう入ってるわけだから、これで漬け込むことによってまあ美味しくなるということらしいんで、ちょっと今回はごまドレッシングでね試してみたいなと思います。時間的にはね、本当は30分ぐらい漬け込みたいところではありますが、まあゆで卵ができるまでですね、まあ10分か、まあ15分ぐらいですかね、まあ漬け込もうかなと思います。仮に味が薄かったとしても、タルタルソースを作るわけですから、それでなんやかんやちょうどいい感じになるんちゃうかなと思うんですよね。さて、これですね、卵を砕いたやつと、あと玉ねぎのみじん切りがね入ってます。まあ見た感じなかなか美味しそうかも。適当に砕いて入れただけなんですが、それではこれにですね、まあ味付けというかドレッシング風にしていくんですけれども、まずはマヨネーズですね。マヨネーズを大さじ8と、大さじ8らしいんで、まあ結構多いですね。こんなもんでしょうか。よし、これでちょっと混ぜてみましょうかね。そしてお酢ですね、これを大さじ1ぐらい、入れすぎた。そして塩少々、最後に砂糖を小さじ1、よっと、で混ぜまして、まあ一応これで完成ですね。美味しいかまずいかはまあ後にしてですね、一応完成。まあまあ匂いはめちゃめちゃええ、匂いはめちゃめちゃええよ。お酢を入れたのも正解だった気がする。 OK、 タルタルソース一応完成しました。これで OK。 さて、それでは次に鶏肉にね粉をまぶす工程に入ろうと思います。とりあえず袋にお肉を入れまして、と、ちなみにこのお肉ね、15分以上かな、この、ドレッシングに漬け込みました。そして袋にこの小麦粉ですね、それと片栗粉1対1ぐらいのね割合で入れるといいらしいです。よし、それでは油を入れまして、と、油はねもう少なめで、少なめ、もったいないんで、このまま OK。 そして添加、ちなみにこれ今現在中、袋の中はこんな感じ見えますでしょうか。なかなかねいい匂いがしてます。よっしゃ、それではいよいよね揚げていこうかなと思います。どんな感じ、おお、いいねいいねいいね、めちゃめちゃいい感じです。 OKOK、 これをねもう全部入れたいね。微妙に余ったらめっちゃ嫌。なんとかね全部入れていきたいなと思います。おお、
意外とええ感じやぞ。油がちょっと多かったかもしれないですね。もうちょっと少なめの油でやりたかった。じゃじゃん、なんとか完成。これがお手製のタルタルソース、そして出来たての唐揚げでございます。ごまドレッシングで下味したやつ、そしてキャベツですね。こんな感じで本日のライブ挑もうかと思います。本当はね、鮭の切り身もやりたかったんですが、もう時間がないので今夜のライブはこんな感じ。はい、無事にねライブ配信終わりました。参加してくださった皆様ありがとうございます。そしてね、スーパーチャットもいただきました。本当にね、嬉しいです。ありがとうございました。なんだかんだ言ってね、今回のライブ配信も1時間半ぐらいだったかなと思います。あのね、1時間半ライブ配信すると、僕ね、結構喋るんで、喉が疲れて、なんかこう、声がね、最終的には、枯れてきたような気がします。うん、まあでもね、今日もなんやかんや楽しくねライブ配信できたし、また次回のねライブ配信もまあぜひね参加したいですと言っていただけてね、本当に嬉しいですね。ありがたい、ありがとうございました。まあそんな感じでね、今日の僕の一日どうだったんでしょうか。なんだかんだ、まあ昼間はね、いろいろと掃除したりとか、なんかこう悩めるねおじさんっていう感じではあったものの、夜はまあライブ配信があるからね、そのライブ配信の準備をして、ちゃんとライブ配信をしてね、なんかこう充実した YouTube 活動ができたなという感じはしますね。うん、なのでね、なんだかんだそのいろいろとその自分がね何をするべきかってその迷ってるところはあるんですけども、この YouTube 活動は頑張ってはいきたいんですよね。その避ける時間の割合っていうのはその変わってくるかもしれないんですけども、 YouTube 活動はねこれ楽しいのでね、今後もね頑張ってやっていきたいなと思っておりますので、今後ともね応援していただけると嬉しいです。まあそんな感じでね、このチャンネルでは僕の日常の動画をいろいろと上げております。以前はね僕ドイツに住んでおりましたので、ドイツの動画を上げていました。そして2年以上前になるんですけども、ドイツから日本に戻りましてですね、滋賀県の実家でニートをやっておりました。その時の動画も上がっております。そして今現在は大阪で無職一人暮らしの動画を上げておりますので、もしよかったら他の動画も見ていただいて、このチャンネルの続きが気になる方はですね、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。